スーツケースはリモア、これ3年ぐらい今持ってるけど一番いいお買い物だと思う。夏休みも兼ねて1週間半弱ぐらいでまたすぐニューヨークに戻ります。東京でトレーニングがしたくて、ナイキのスポーツブラとアディダスのレギンス、このバンドとかよく持ってて、泊まり先でこれ使って運動したりとかしてる夏だからこういう水着とかも持ってきて、この上にシャツ着たりとかしてた。でもそしたらみんなに露出がすごいって言われて、もう14ぐらいの時から持ってるライティングボルトの T シャツ、靴下だけはいつもすごい量持っていきます。飛行機乗ってる時に履くパンツがあって、もうちょっと汚くなったけど一番便利、気持ちよくてパジャマみたいで。英語の本読んでる今、村上さんの本。毎回これは1個は絶対入ってる、スーツケースの中に。中国の漢方薬で本当に疲れてなんか休めない時、これが絶対ないとダメ。あとメジャーとかもある。ファッションウィーク中で移動してる時に一応なんか体測ってないとダメだから、ビジネスクラスでもらった歯ブラシセットをそのまま使ってる。買うのがめんどくさくて。この間ニューヨークで買ってきたお洋服です。最近ちょっとスタイリングとか趣味でやり始めて、日本帰ってきた時もなんか古着屋さんとか行ってこのカバンとか買った、ヴィンテージ。このバッグはなんかコーチのヴィンテージの、財布と携帯だけと鍵だけで行けるみたいな、すごい好き。旅に欠かせないアイテムは多分いい乳液だと思います。私が使っているのはこの資生堂さんの乳液なんですけど、すごくいい。日焼け止めも紫外線が強いところも行ったりとかするので、そういう時には。筆とかもこんぐらいのサイズの筆が一番好きで、めっちゃいい。これが日本の財布です。ユーロとドルと円で財布を変えてるようにして、ぐちゃぐちゃにならないから。フライト中はいつも1本映画見たりして、その後はもうマスクして、アイマスクして寝る。ホテルに着いたら最初は手洗って水飲んでシャワーするか、友達にフェイスタイムするか。東京とかに来るとすごくインターナショナルだなと思って、外国人がすごい増えたし、新しいビルもいっぱい、知ってる街なんだけど全然知らない街みたいな感じになってきて、オリンピックもあるし、これからの進化を見るのはすごく楽しみだと思う。